この時間はズームアップ。毎週月曜日は政治です。ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。はい、おはようございます。さあ、鈴木さん、まずですね、昨日、静岡県知事選挙が行われまして、はいはい。またと言ってはなんですが、自民系が敗れ、野党系の候補者が当選ということになりましたね。まあそうですね、これは、今、どういうふうに見るかってなりますけれども、はい、まあ、確かに自民党の推薦候補が負けてるわけですよね。だから自民党がまあ負けたのはもちろんなんだけど、これもともと自民党のそのいわゆる系の知事ではなかったのでね、はい、うん、だから逆に言えば、まあ、自民党はなんていうのかな、それを奪い取ることができなかったという表現もできるわけですよね。あ、なるほど。うん、だから、まあ、ただね、これ、選挙そのものは、はい、実はその勝った鈴木康友さんが、事前の調査なんかでは、もっとリードしてたんですよ。あ、うん、それがやっぱり最後の方で、逆に言うとそう、自民党推薦の候補がどんどん追い上げてきて、はい、でもう大接戦になったっていうのが舞台裏なんですね。で、ところがね、自民党推薦候補がなぜまあその追い上げたかなんだけど、はい、これ選挙戦入ってね、もう自民党色を一切消したんですよ。あだから本当なら党を挙げて、だから例えばもうそら岸田さんもそうだろうし、みんな大物が普通ならどんどん応援に入ってね、まあ、党を挙げてじゃなくて全く逆で、みたいですね。もう大物一切入れないでね、だからそれで、票を伸ばしたってことは、つまりもう自民党の看板は今出さない方がいいっていうことを証明したようなもんですよね。まあそうですよね。で、じゃあ全くこれ自民党影響ないかっていうとそんなことなくてね、はい、やっぱり新たに票を開拓とか新たに議席を取ることはもう今の自民党はできないということをもう証明したことになりますしね、それから昨日実は東京で同じ日になんだけど行われた都議会議員の補欠選挙っていうのがありましてね、はい、これ東京っていうのはその目黒区ってとこなんだけど、ここはちょうど区長選挙で、都議会議員が立候補してこう空席になってたんで、その2議席を決める選挙だったんだけど、ここでも自民候補出してるけど敗れてるんですよね。だからやっぱりね、これは全く影響ないなんてことはもちろんなくて、やっぱり岸田さんにしてみると、この解散戦略、まあ、岸田さんはそんなの関係なく解散のイメージを持ってると僕は思ってるんだけど、取材してるとですね、だけどこれは相当自民党には厳しい流れになってるっていうのはもう間違いないですよね。そうですね。これ岸田総理の解散戦略にも大きく影響を与えそうですかね。そうですね、そもそもほらこの前補欠選挙3つやったでしょ、国政選挙のね、衆議院の、ここで全部これ取れなかったんだけど、はい、議席を失ったんだけど、それでも岸田さんの周辺を取材すると、いやいや解散はまだ頭の隅にあるんじゃないかって言うんですよ。だから何をもっての解散なのか、権力維持のね、前から言ってますけど、はい、権力を維持するための解散をね、まだまだこれでも考えてるというふうには見た方がいいと思いますよね。だけど、この結果見てね、今、世論や有権者がどうなのかというね、はい、ことを考えたときに、普通は解散できませんけどね。そうですよね。岸田さん、何をやるか分かんない人だって、側近が言うぐらいですから。はい、でもまあ、いつも言いますけど、解散いいじゃないですか、はい、僕らが一票投じるチャンスが来るんだから。そうですね。どうぞ解散してくださいっていう考えも僕はあると思いますよ。はい、はい、さて、鈴木さん。はい、石川県を取材したそうですね。先週ちょっと、まあ、行きましてですね、はい、石川、金沢にちょっと行ったんですけども、それでちょうど能登半島地震から、まあ、もうね、5ヶ月になるところなんですけど、はい、現地どうなのかなっていうような感じで、まあ、いろいろ話を聞いたんですが、現地でね、まあ、ちょっと、象徴的なのは、こんなことをおっしゃった地元の、ちょっと経済関係の団体の方がおっしゃってたのは、はい、能登半島の皆さんって、我慢強いんですって。
だから今苦しいけどみんな我慢して頑張ってるんだと、ね、でもそれが逆にね、はい、黙ってるから、もう大丈夫って思われちゃうんじゃないか、ね、はい、そのいやもう僕たちは大丈夫ですよっていうふうに逆に黙ってるから思われちゃうんじゃないか、いやいやそんなことないんですよと、そのまだまだ現場は苦しいんですっていうのことをおっしゃっててね、あそうかと、なんか5ヶ月経ってだんだんほら政府っていうのはこう風化じゃないけど、ね、忘れていっちゃうからこれまずいなっていうふうに僕すごく思ったんだけど、ちょうど そのタイミングでね、その田尾さんあれなんですよ、災害関連死が発表されたんですね、はい、うん、でこれ災害関連死って皆さんご存知だとは思うんだけど、直接地震で亡くなったりとかじゃなくて、その後避難所ですごい大変な思いをしてそれで亡くなったりとかですね、はい、そういうそれ関連死って言うんだけど、はい、これがね30人新たに認定されたんですよ、はい、で結局その犠牲者が260人にトータルなったんですけども、うん、でこの関連死ってどういう人たち30人に認められたかっていうと、例えばそのほとんど高齢者なんですね、はい、ほとんど、60代以上かな高齢者で、はい、それで例えば避難所でその例えば水がないとかこう、うん、苦しい生活してる、そうするとそれで体に負担が来てそのいわゆる基礎疾患なんかで亡くなった方とかね、はい、それとか車中泊をやってた男性なんかがやっぱりもうこれもやっぱり疲労とかです体に負担が来て亡くなったとかですね、はい、こういう方たちなんですね、うん、でね実はその地元のまあ専門家っていうかこの災害復興とかのまあ機構の専門家の方が言ってるのは、まだまだ関連死が増えるっていうんですよ、これから。それでね、なぜかっていうと、この能登半島はちょっと今までとケースが違うっていう、それ何かっていうと、はい、最初の頃ね、二次避難って言って、はい、岸田さんも、それから、長谷知事もですね、二次避難っていうのを推奨したんですね。でこれ、うん、二次避難っていうのはその今すぐ入った小学校とかの近くの避難所ではいろいろ設備が整わないので、もっと離れた例えばほら隣の県とか東京とかそういうところにホテルとかそういうのを用意したから、そっちに移れ移れって言ってすごいこれ10日目ぐらいから岸田さんも推奨してたんですよね。でこれ一見ねパッと聞くとそのそうだな現地の避難所大変だからそれもありかなと思うけど、実はね被災者の方からするとやっぱりねそこ離れたくないんですね。あ、うん、でそれは大変だけれどもやっぱり日頃いつも近所で過ごしてきた特に高齢者なんかは、そういう人たちとやっぱり顔を見合わせながら精神的にやっぱり一緒に避難してないと精神的にダメになっちゃうわけですよ。はい、それを考えないで、はい、二次避難って言って、もうどん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 外に出しちゃったもんだから、そういうところでのね、精神的なやっぱり高齢者の苦痛、つまり全然知らないところでっていうのはね、もっと不安を煽ってね、はい、で過去のケースを見ても、こういう二次避難で、二次避難した人たちで、関連死の人って数がガッと増えるんですって。だから今回もこれからね、その二次避難の認定が増えていくんじゃないかっていうのを専門家は心配してるんですね。だからそういう意味ではね、はい、いや僕もそうなのかなとも思うし、二次避難が果たしてよかったかって私も取材したら、いやいやもうみんなとにかく苦しいんだけど今みんな同じ近所の人たちが一緒に顔を揃えて顔を見合わせながら今頑張ってる、うん、これがやっぱり一番精神的にはいいから自分たちは二次避難出ないって言って当時取材した人いるんですね、僕がね。だからね、うんうん、そういう意味では政府がやるべきだったのは二次避難じゃなくて、その今ある避難所にトイレとかキッチンカーとかそういうのをもうちゃんともうすぐ充実させるっていうのがまず優先だったんだろうと思うんですよ。そうですね、うん だけどまあそういう意味では二次避難によって関連死になる人がこれから数字増えていくんじゃないかっていうね、だからそういうことも含めて
能登半島地震っていうのはもう何一つまだまだ終わってないのでね、その辺をしっかりやっぱりそれは裏金ももちろん大事です、裏金問題もね、はい、だけどその陰でこういうのがスッとこう見過ごされていかないようにしなきゃいけないなと思いましたね。本当そうですね。やっぱりこの地域コミュニティが寸断されてしまうと、やっぱりこう、同じ地域で育った方々とお互いにこう慰め合いながら、普段避難されている最中にも会話をすることでコミュニケーションで心がこう落ち着く部分があると思うんですけど、バラバラになっちゃってますもんね。おっしゃる通り、ね、特に高齢者はね、一人でね、もうどっかの遠いところのホテルかなんか過ごしたところでね、大事なのは実はコミュニティだったりね、自主避難所なんていうのもやっぱ高齢者の方が苦しいけど自分たちで自炊しながら、そうですね、でこれはやっぱりそこを離れたくない、それから、はい、顔見知りの人たちと一緒にいたいって、精神的なもんなんですよね。そうですね。そこはやっぱり行政分かんないとダメですよ。そうですね。その避難のあり方っていうこともしっかり政策として考えてもらわないといけないなと思いますよね。そうですね、はい、そうですね、はい、わかりました。鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ズームアップ、この時間はジャーナリストの鈴木哲夫さんでした。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。